いいですね。やっぱ素晴らしい技術ですよね、本当にね。どうも皆様こんばんは、セゴリタ三世でございます。さあ今日はハイエンドというわけで、本日紹介する商品はこちらです。ゼンハイザーの IE600 です。さあ来ましたよ、 IE シリーズ。前回ですね、900っていうものをご紹介したと思うんですけれども、今回はこちら600です。900との違いはですね、 2kHz あたりの音ですね、そちらでですね違いがあるっていうことで、 IE600 はですねボーカルがぐっと近く感じることができて、 IE900 の方はですね全帯域においてですね高い再現性を持っているというところは、異なっているもの。値段もですね、こちらの方が若干手に取りやすい価格になっているというものなんですけれども、果たしてどう違うのか、これからビシッと確認していきたいと思います。というわけで行っていきましょう。はい、というわけでこちらがゼンハイザー IE600 です。開けていきましょう。たらーん、おーすげー、なんかハイエンド感バッキバキですね。さらにこれを引っ張っていけば、出てきた出てきた。いいね、この開けたらですね、一番上にハウジングだけが出てくるという、非常に上がる仕様になっています。あなたの意見教えてくださいねの紙と、それと保証書的なやつ、 IE600 の取説、もちろんしっかり日本語でも書かれています。それとケースだ、こんな感じで乾燥剤と、上っちょ収納できるところの中に 4.4mm のバランスケーブルですね。でこちらはですね、パッとMMCX なんですけれども、フィデリティプラス MMCX っていうものなんで、一般的な MMCX コネクタは接続できないので、こちら注意してくださいね。それと 3.5mm のケーブル、ケーブル取り付けクリップ、クリーニングブラシ、シリコンとフォームですね、それぞれ3サイズ入ってました。ほんでこちらが本体になるわけです。かっこいい、このようにキラキラ光る仕様、内側には IE600 と刻まれている、めちゃくちゃテンション上がりますよね。今回こちらのハウジングにはですね、パウダーにレーザーを照射していくっていう造形法を用いた超高性能 3D プリンター製のアモルファスジルコニウム素材が採用されています。通常のメタルよりもですね頑丈なんですけど、伸縮性もあって気温の変化に強いという特性を持っています。またですね、腐食にも強いんで経年変化しにくいと、長年使い続けても大丈夫というハイエンドイヤホンになっています。またアルミとかプラスチックよりもね、重さがあるんで、外からの音を遮断するっていうのにも優れています。ハウジングの内部はですね、このように非常に細かいパーツがビシッと入っています。ドライバーはもちろんダイナミック型の 7mm トゥルーレスポンストランスデューサーです。このトランスデューサーを収めているのがデュアルレゾネーターチャンバー、広域を伸びやかに活かして繊細な音を再現するという役割を果たします。とまあいろいろ説明してきましたが、大事なのは音質ですよ。これからつけて確認していきたいと思います。さあつけていきましょう。どんな感じなんでしょうか。装着するとこんな感じに見えますよ。いいね、やっぱめちゃくちゃかっこいい、ハイエンド感たっぷりです。そしたらまずはですね、 3.5mm ですね、ダップで確認していきましょう。あ、いい音全く問題ない、すごいいい音。中低域がね、結構厚めかな、音聞いた感じはね。そんなね、ドライっていう感じじゃないです。すごく、まあ、温かみがあっていい音。ボーカルもね、結構聞きやすいですかね。やっぱりグッとこう、近くに来てるような感じがあって、すごいいい音ですよ。このね、毎回すごいなと思うのがさ、このちっちゃさなんですよね。この小ささにもかかわらず、このダイナミックな音。音もね、すごい広いし、聞きやすいし、音がこう、ブレていくとかそういうことはなく、こうピタッとしているっていうか、この壮大さですよね。もうほんとヘッドホンと変わんないんじゃないかっていうぐらい、めちゃくちゃいい音なんで、ヘッドホンもね、もちろんね、優れてるんだけれども、髪型が崩れちゃうとかね、そういった理由でね、こっちにしても全然いいと思います。めちゃくちゃいい音します。この小ささとは思えないぐらい、すごい迫力あるし。このケーブルもね、すごい耳にピタッと添えることができるのもすごいいいしね。3.5mm でも十分楽しめると思います。どうしよう、せっかくなんで、じゃあバランスに変えてみましょう。あー、いい音。全然大丈夫です。バランスはバランスでですね、よりグッとボーカルが近くなっていく感じがすごくしますね。これはあれだね、歌物が好きな人はこっちの方がいいかな。よりにこう横から流れてる感があるんで、聞こえ方が若干変わりますね。3.5 の方がちょっと前っぽいんだけど、こう囁かれてるような、そんな聞こえ方になるんで、非常にこれもいいですよ。音もよりクリアになったようなね、そんな印象もありますし、この低域のグッと引き締まっている感じ、だけど音もすごい広くて聞き
きやすいんで、いいですね。やっぱ素晴らしい技術ですよね、本当にね。この攻撃の伸びやかさもすごく気持ちいいし、落ち着いた曲の場合はね、自分の心をどこまでも穏やかにしてくれて、テンション上げる曲はね、ぐっと自分の気持ちを持ち上げてくれる。それに合わせた音ですよね。ジャンルっていうものを一切選ばずに、その曲をですね、可能な限り再現してくれる。だけど声はね、よりぐっとこう前に近づいてるって印象があるんで、より自分だけに歌ってくれてるような、そんな感じの聞こえ方がするのもすごい特徴としていい音だなっていうふうに思います。なるほどね。わかった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回は IE600 ご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、めちゃくちゃいい音。文句なしですよね。やっぱりこの小ささにもかかわらず、音はね、どこまでも澄んでいますよ。それでで非常に広いし、ぐっと低域もですね、閉まっているし、それで音がこうキーキーするとか、まあそういったことも一切ない、非常に綺麗な音です。ロック、パンクっていうものを聞けばですね、ぐっと自分の気持ちを上げてですね、ライブハウスとか、イベント会場とか、そういったものでね、自分もガーッと楽しんでいるような錯覚にもなるし、クラシックはクラシックでどこまでもですね、自分の心を穏やかにしてくれる。ボーカルものはね、もう際立っていいんで、自分だけの特等席っていうかね、そういうところで歌ってくれてるんじゃないかなっていう錯覚を覚えるぐらいめちゃくちゃいい音ですね。3.5mm は 3.5mm でね、やっぱ非常にね、こうパッと聞けるし、どの端末でもね、再生させることができるし、バランス接続はバランス接続でね、より澄んだ音、それでボーカルがぐっとこう耳元でね、支えてくれてるような、そんな感じの聞こえ方に今変わるんで、3.5mm がダメで、バランスが優れてるから、そんなことではないんで、どちらか自分の好きなように聞こえるっていう、よりまた違った楽しみ方があるので、その時の気分によってですね、ガッと気分を上げたいとか、もっと自分にだけ歌ってほしいとかね、そういった要望にも応えてくれるっていうのはすごい楽しいと思います。デザイン的にもすごいちっちゃいし、ケーブルも耳に沿わすことができるし、ハイエンド感たっぷり、所有欲も満たしてくれると思います。そうね、まあ、あえて残念なところを言っていくと、値段。かなぁ。でもまあ、ハイエンドっていうかね、それ相応のものを再現してくれてるから、値段以上の音っていうものをですね、自分に届けてくれるっていうのを考えれば、決して高い買い物でもないから、IE900 はね、なかなか手が届かないなっていうところあるかもしんないですけど、IE600 でもね、十分楽しめると思います。まあ、音を完璧にですね、再現してくれてるのはまあ間違いなく900ですけれども、IE600 は600で、またカラーが違うんで、高ければね、確実に満足できるかって、決してそうでもないし、誰がね、高ければ確実に満足いくのかって言ったら決してそんなことじゃないんで、聞いてみてね、自分に合うかどうかが全てになりますんで、ぜひ近くにね、量販店がある方はですね、確認して聞いてみてくださいね。僕の動画の概要欄にもリンクありますんで、ぜひそちらから飛んで買ってみてください。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタ、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてくださいね。次の動画でした。チャオ。